マーティンやアリックスは、オランダ王国北ホラント州、アムステルヘーン出身の DJ、作詞家、音楽プロデューサー。本名は、マルタイン・ヘイラルト・ハリチェン。自身が設立した ST、STMPDR-CRDS に所属。以前は、スピニン・レコーズに所属していた。アニマルズ・アニマルズは、10カ国以上の国の音楽チャートに、ベスト10入りする彼の代表曲である。イギリス、 ベルギーでは最高ランク第1位に、アイルランドでは最高ランク第3位に順位をつけた。2014年に、ディミトリ・ベガスライク・マイクと共にプロデュースした、トレマー・トレマーもまた、数多くの国々で成功を収めている。2016年には、BB ・レクサを起用した、イン・ザ・ネーム・オブ・ラブをリリースし、大ヒットした。マーチン・ギャリックスとしての活動のほか、 GRX 名義やエリア21名義での曲のリリース、さらにステージネームユートラムとしての活動も知られる。4歳の時、ギターを習い始め、音楽への関心を持つようになった。8歳の時には2004年のアテネオリンピックで演奏を行うティエストの姿を見て、DJ になる夢を強く描くようになった。特にティエストのシングル曲、 トラフィックトラフィックにインスピレーションを受けた。彼は専門ソフトをダウンロードし、作曲活動を始めた。ユトレヒトにある音楽プロデューサー養成学校であるザ・ハーマン・ブラッド・アカデミーに在学していた。2012年にギャリックスはブファムの曲作りに取り掛かり、ジュリアン・ジョーダンと共同リリースした。その年の才能ある DJ を称える賞を受賞した。同年、 彼の手掛けたリミックス曲、You r e Body, You r e Body が、クリスティーナ・アギレラのアルバム、ロータス・ロータスに収録された。作詞は、マックス・マーティン、シェルバック、サブン・コテチャ。2013年、シドニー・サイモンと共同で、トレント・トレントをリリースした。ギャリックスは、6月16日に、オランダのレコードレーベル会社スピニンレコードから、ソロアルバムとして、アニマルズ・アニマルズを発売した。 このシングル曲はヨーロッパにおいて大きなヒットソングとなり、芝叩く間に若者を魅了してビトポートで1位を獲得した。これにより彼は少なからぬ名声を手に入れた。この曲はハードウェルのアルバムハードウェルプレゼンツリビールドボリューム4にも収録されている。2013年9月30日、サンダーバンドーナと共同制作を行ったプロジェクト T がリリースされ、 すぐさまにビトポートのチャート1位を獲得した。一方で、2013年世界人気 DJ ランキング、102ニューエントリー次第40位にランクインを果たした。2013年12月、J ハードウェイと共にリリースした、ウィザードウィザードは、オランダで最高17位を、ベルギーで最高6位を記録した。また、ファイアービーツとコラボレーションを行った、ヘリコプターヘリコプターは、 ビトポートで2週連続第1位を記録した。最も権威のある DJ 専門誌による DJ マグトップ 100DJs40 位で初ランクインを果たした。ウルトラミュージックフェスティバル2014にてリロン・フランシスやハードウェル、そしてアフロジャックラとコラボレーションを行い、いくつかの新曲や未発売曲のパフォーマンスを行った。また、ファンに昨年の功績への感謝として、 プロキシープロキシをサウンドクラウドにて無料ダウンロードで提供した。DJ マグトップ 100DJs に4位でランクインした。DJ マグトップ 100DJs に3位でランクインした。スピニンレコードを脱退するが契約時に彼の音楽の著作権はすべてレーベルが持つことになっていたため訴訟を起こした。スピニンレコードが著作権の譲渡に合意したため、 訴えは取り下げられた。自身のレーベルスタンプレコードを設立した。この記念として、ポイズンをサイト上で無料ダウンロードで提供し、3月に、このレーベルから、初となるシングル Now That I've Found You がリリース、された。また、E32016 のために作った、ウッ s スをサイト上で無料ダウンロードで提供した。そして、DJ マグトップ100 DJs に、 自身最高位となる1位でランクインした。そして1位記念として7日間連続のトラックリリースをした。自身のレーベルからドゥアリーパーを起用した曲、スケアド 2BE ロンリー、さらにトロイシバンを起用した曲ゼアホーユーを発売し、各国々でヒットした。そして3年ぶりに GRX 名義でバイトでコラボレーションしたブルックスとコラボレーションしたブーメランを発売した。 また、DJ マグトップ 100DJs で昨年度に続き1位でランクインした。EDC ジャパン出演のため来日し、1日目の大取りを務めた。2018年2月に行われた、ピョンチャンオリンピック閉会式にて、DJ プレイ、日本人選手団を含む多くの選手たちを魅了した。2年連続で EDC ジャパンに出演し、2日目のヘッドライナーを務めた。 7月に行われたタマーランド2018にてヘッドライナーも務めタマーランド2018で初めて披露された曲を含む未発表曲5曲が10月15日から5日間連続トラックリリースをした。また DJ マグトップ 100DJs で3年連続で1位に選ばれた。 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021ありがとうございます。